1> 1フレーズも2-5-1として覚えるのではなくドリアンやオルタードに分けてそれぞれ覚えた方がいいでしょうかそうそうですねそれとも初心者のうちは接続を覚えるという意味でも2-5-1フレーズとして覚えたいやあの2-5-1をそのままもう形で全て形で覚えちゃうと接続のことを考えなくなっちゃうんでフレーズは最小単位で覚えた方がいいという話も聞きますしどっちが正解なのか分かりませんなのであの単語単語って感じですね 例えば、私は今日コーヒーを飲みましたの、私は昨日ってあのフレーズ入れ替えるだけで意味変わるじゃないですか。あなたは今日コーヒーを飲みました。それが2-5-1みたいな感じで、2の単語と5の単語、1の単語。まあ、もっと言うと、ドリアンの中でも2百2百の単語とかの組み合わせですけど、だから、なるべく 単体単体でドリアンフレーズ、オルタードフレーズ、メジャーのトニックフレーズ、単体で覚えて、でそれをどうやって接続するかっていうのを2-5-1フレーズ集で、あ、このドリアン来たらこのオルタード合うなとかっていう感じですねフレーズは。フレーズは最小単位で覚えた方がいいという話も聞きますし、どっちが正解なのかわかりません。なので、あの、単語を 知る練習プラス単語と単語を組み合わせる練習の2つなんでどっちが正解ではなくてどっちも必要ですね2-5-1フレーズって流れがちゃんとしてるじゃないですか2-5-1それは2のドリアンフレーズにはこのドリアンにはこのオルタード合うよねとか流れがいいよねっていうまあ一つの 選択肢ですね。そう、2-5-1をね、あのー、あんまり何も考えずに、フレーズ集の、もう、だーって4小節分のフレーズを丸々暗記して、それを、それしか使えないと、例えば、なんか、私はっていう単語が来たら、もう今日コーヒー飲んだっていうことしか言えなくなっちゃうんで、私は昨日紅茶を飲みましたでもいいけど <laughs>、 そうやってね、会話するためには、いろんな単語を覚えて、組み合わせが自由にならないと。